日本千葉県市川市中国文中国文は千葉県市川市にある地名。現行行政地名は中国文1丁目から中国文5丁目。郵便番号は272-0835。市川市北部に位置する。地域内は住宅街となっているほか、巡査一緑地、住友金属研究所、千葉商科大学附属高等学校が置かれる。 一丁目に、私立中国文小学校。二丁目に、市川中国文郵便局、千葉商科大附属高校。三丁目に、河野大自動車学校、住友金属鉱山市川研究所。四丁目から五丁目に、かけて、巡査一緑地がある。東、南は国部、西は河野大、北は、北、国部、堀の内と接している。住宅地の地下は、 2014年1月1日の工事地下によれば中国分4の1の23の地点で15万千円平方メートルとなっている。旧大技国部の中央に位置することより、国部は当地に置かれた下宇佐国分寺から2017年9月30日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 AB 省庁別人口。市川市。2017年11月6日閲覧。AB 郵便番号。日本郵便。2017年11月7日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2017年5月29日閲覧。国土交通省地下工事。都道府県地下調査。小中学校の通学区域。市川市。 2017年11月7日閲覧。ありがとうございます。